国会では1人当たり一律10万円を支給することなどが盛り込まれた補正予算案の審議が始まります。総額およそ26兆円の補正予算案には一律10万円の現金給付のほか、中小企業などに対する給付金、医療体制の整備費などが盛り込まれています。また感染拡大が収束した後を見据えた消費喚起の予算も含まれています。野党側は消費喚起の予算は次の局面だとして削除を求め、収入が激減した事業者への家賃支援策などを盛り込むよう追及する方針です。ただ与野党は早期成立で合意していて、補正予算案は30日に成立する見通しです。